東海三市から1922年9月25日は、明治から大正にかけての政治家、小説家、軍人。本名は、柴四郎。和佐国の出身。台湾軍司令官、東京英寿総督の柴五郎は弟。普通にあった、会津神屋に生まれる。藩校日新館で学び、少年期に会津藩主として、母親戦争に兄の柴健介と共に従軍。 後に東京で近親生活を送り、斜面後も東京で勉学に励むが、学費の問題から国内を転々とする。八百七十七年、別動隊として参戦した西南戦争において、熊本賃大司令長官、谷田敵に見出され、二十七歳の時岩崎家の援助を受けてアメリカに留学し、ペンシルベニア大学及びパシフィックビジネスカレッジを、 卒業して、1885年に帰国。同年、持論である、国権新調論を基調とする、ナショナリズム小説、歌人の奇遇初版を、東海三史の名で発表した。それ以後、1897年まで発展を、刊行している。著書として、東洋の歌人、エジプト近世史などがある。大阪毎日新聞の初代主筆でもあった、と羊事変に関与し、 収監されたが裁判では無罪となった。政治家としては、1892年以降福島県、選出など衆議院議員として活躍し、10回当選している。農商務時間、外務賛政官などを歴任し、条約改正反対運動に尽力した。政界引退後は悠々自適の生活を送り、1922年に熱海の別荘で死去。 1887年に、ハンガリーの古州虎吉を訪問した。松下義を、日本軍事史説は土屋書店、284ページ、手作り、合図紙、伊豆熱海の芝四郎、ハンガリーの歴史65ページ芝四郎に関する、カテゴリー。ありがとうございます。